演武開演。どうも、突然ですが皆さんお疲れですか？疲労溜まっていませんか？今日はそんな疲労が溜まっている時にぴったりの商品を紹介したいと思います。それがこちら、水素水かつ水素水です。水素水というのは中にいろいろこういったものが一緒に入っていました。水素というものは体の中で発生した疲労の原因、活性酸素がミトコンドリアに作用したのを防ぎ、体の疲労を抑えてくれるということです。なんとこのまま飲んでもいいということなので、早速飲んでみたいと思います。目安は1日3本ということなので、では飲んでみます。涼水は口にですね。水よりはちょっと味に癖があって好みが分かれそうですね。でもその分効き目がありそうな気はします。疲労対策大事ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。